ミティリーニはギリシャの北エーゲ地方のレスボス県の県都であり、エーゲ海に浮かぶレスボス島の首都である。ミティリーニの町は、レスボス島の南東部にあり、聖教会の不死教座が置かれている。ミティリーニはグレーンマイナス67で、レスボス島の他の町であるスカラエレスなどと結ばれている。町の周囲には、農地が広がっていて、北側と西側は山が連なっている。 町の南には空港がある。オスマン帝国統治時代はミディッリと呼ばれた。古代のミティリーにはレスボス島の東海岸の小さな町でありミューティレネと呼ばれていた。しかし、紀元前7世紀にはレスボス島北部の町ミティムナと島の主権をめぐって争うようになり、ついにはレスボス島の首都の,首都の地位を獲得した。紀元前6世紀末から、 紀元前4世紀半ばにかけて、ミュキレネはエレクトロン化の鋳造で有名であった。紀元前337年から紀元前335年の2年間、アリストテレスがマケドニア王国のアレクサンドロス3世の家庭教師となる前、友人で弟子でもあるテオプラストスと共にミュキレネに住んでいたこともある。紀元前80年にはミュキレネは共和制ローマに包囲された。 その後、期限後56年にはパウロが3度目の戦況から帰還する際に立ち寄った。ミティリーニの風景、ミティリーニ港からは、近隣の島であるリムノス島、ヒオス島やトルコ領のアイバルクへ向かうフェリーがあり、また、キリシャ本土の都市であるアテネ、ピレウス、テッサロニキに向かう航路も運航されている。市外には、病院が一つあり、広場もある。また、ミティリニは、 ウーゾの生産が有名で、島内には15を超える生産者が存在する。漁港からは、カロニワンで取られたイワシが水揚げされ、輸出品となっている。ありがとうございます。